今日はね、11月11日になってます。ポッキーの日だね。雪が飛んできてて、もうこれ降ってるって言ってもいいかもしれない。小豆の畑の方に来てみたんですけど、雪がね、かなり降ってる。結構降ってるね。畑がね、こう、わかるかな？畑がね、白く見えますね。小豆ね、あと1丁ぐらい残ってるんだけど、一回出直してこようかな。これ、畑白い。まだね、小豆残ってるんだけど、ほんと。ちょっと勘弁して。あー、白いね。ちょっと、今日できるかな。でも一回ちょっと、雪もひどいから、出直してきます。ちょっとね、今日 NSK の展示会がやってるんで、そこでね、腹ごしらえしてから、来てみようかな。さすがにこんな時買ったらあんま良くないよね。てかダンプに雪が入っちゃうから豆が濡れちゃう。さあもうちょっとでね、お昼です。ちょっと MSK の展示会に行って腹ごしらえをしてきました。100円でね、インディアンカレーとそばを食べてきましたね。合わせて200円です。ちょっと雪なくなったようですね。よし、これから小豆ね、残り1ヘクタールあるかないかだと思うんだけど、刈りたいと思います。大丈夫だね。朝来た時はね、白かったんだけど、なんとか大丈夫そう。枯れそうです。今日はね、すごい風が吹いてます。なんとかね、小豆収穫再開してます。昨日も雨降ってたんで、ちょっとね、日にち空いてるんですけど、まあ、この辺、日陰のとこ、少しまだね、雪残ってます。よし、今日も終わらせたいな。本当にすごい倒れてて、なんとかね、もう出荷してるんですけど、票数やっぱりここちょっとないですね。4票行けばいいかなっていうぐらい、今のところ4票は超えてるけどっていうぐらいですね。ちょっと倒れすぎててね、本当にさやがついてない。で、さっきというか前のね、畑はね、ちょっと今いるところから南に8キロぐらい行ったところなんですけど、やっぱりあったかいのかな。こっちが北側の畑の方が寒い。そのせいで多分後からなるさや、それがね、かなり少なかったんじゃないかなと思います。積算温度がね、足りないっていうことなんでしょうね。あと、まあ、東北もこっちの方が激しいんで、ちょっとそれでね、さやの2番なりみたいなのが少なくなったのが収量差の、ね、影響してるんだと思います。確かにこう畑見ててもね、新しいさやが少ないですね。茶色く見えるんだけど、新しいさやは古いさやばっかりなんでね、こう白っぽく見えます。前買ってた2つの畑はね、結構茶色く見えたんだよね。まあ、その辺土地条件とかもあるからしょうがないのかな。まあ、なんとか収穫できるだけで良かったなと思ってます。溢れて右側に落ちた。
かり壊したりしないようにね、ちょっと慎重に運転してます。これラスト1本というかラスト2本、寒くて途中干ばつになって。